イスセンター、もうお客さんがですね、このザファイスに触ろうとしまして花道に殺到いたしますんで、なかなかリングに登場できませんね。そうですね、大変な人気ですね、はい、ディフェンディングチャンピオンケリータンクの笑顔が見えてまいりました。そしてドリームタンクジュニア2人が今エプロンに近づきました。まずセリーファンク、そして後ろからドリーファンクジュニアがリング上に登場いたしました。80年の世界最強タッグ決定リング戦、公式戦を迎えます。公式戦45分に一本勝負、試合に先立ちまして日本テレビよりセリーファンク、ドリーファンクジュニア、ビル・ロビンソン、レス・ソンソンに今花束が贈られました。大変な人気で迎えられました。アメリカの最強コンビであります、ザ・ファンクス。ヨーロッパ最強コンビはビル・ロビンソン、レス・ソンソン。まあ、今日はですね、技と技との応酬、そしてプロレス絵巻というようなことが十分予想されますね。そうですね、腕の筋肉合戦なんでしょうね、はい、さあ両チームの紹介です。全日本プロレス初登場、現 NWA スカイジュニアヘビー級チャンピオン、レッソンソン。今年こそは優勝を狙います、人間風車のビル・ロビンソン。大変な歓声です。勇気の塊セリーファンク、冷静沈着、ドリーファンクジュニアが紹介されました。レフリーはジョー樋口。ドリーファンクジュニア、第46歳の NWA のスカイヘビー級チャンピオンであります。まあ、この NWA といいますとナショナルレスリングアライアランスという非常にですね、価値のある、そして実績のあるプロレスマーケット地区ですよね、はい、その中で兄弟で世界チャンピオンになったというのはこれは今までありませんでしたね。ただモンクラスファンクスがもうただ一度のあの快挙ですね、そして今ドリーファンクジュニアからテリーファンクにタッチ、軽量のレッソンソンに、これはドリアホールパイルドライバーに行こうとしたところあまりにも軽すぎたということですか。そのスタンプホールドのようなパイルドライバーでしたね、左足をサードロープに伸ばしましたレッソンソン、速いタッチワーク、ザ・ファンク今日は非常に速いタッチワーク、ロープに飛ばしてスープラソンのエルボー攻撃、気を分けた兄弟、元 NWA の最王者コンビ、非常に素晴らしいコンビネーション、レッソンソンが餌食になっております。またもやドリーファンクジュニアからテリーファンクにタッチされたスープラソンのブレンバスターを見せる、おっとどうだどうだ、おっとレッソンソンやりました、耐えましたね、さすがと言っていいですね、さすがに NWA スカイジュニアヘビー級チャンピオンであります。ビル・ロビンソンが入ってまいりました、パンチ一発、レッソンソンもなかなかやります。1回戦してビル・ロビンソンにタッチ、そしてショルダーネックブリーカードロップ、テリーファンクのタッチです、ドロップを落としてカバーに行ったビル・ロビンソン、払いのけます、華麗なフットワーク、エルボースマッシュ、ものすごいスイングからエルボースマッシュを見せました、レッソンソンが入ってまいりました。そしてエルボースマッシュ、かち上げるようなエルボースマッシュ、ビル・ロビンソンとは一味違います。まあ顔を見ていましても本当にこのイギリス紳士という感じであります。レッソンソンなかなか冗談なんかは言いませんよね。そうですね、やっぱり紳士然としてますね、はい、真面目にレスリングに取り組んでいますレッソンソンであります。まああまり硬すぎてですね、両選手のタッチワークが良くないというようなことが過去のビル・ロビンソンのパートナーに言われたんですが、レッソンソンはやっています、よくやっています。ブレンバスター軽量、レッソンソンがテリーファンクを投げた、カウント不十分、スリーパーホールドに入りました、スリーパーホールドに入りました、レッソンソンであります。まあ、見るからにこのレッソンソンは一回り違うんですけども、今日はどうでしょう、レッソンソンの頑張りが随所に光を放ってますね。なかなかいい攻撃見せてますね、はい、ビル・ロビンソン、今回80年の世界最強タッグ決定リーグ戦2年ぶり3回目の参加、そのパートナーに抜擢されましたレッソンソン、今日は頑張っております。15分が経過しました、45分日本勝負の、さあ公式戦
人間風車炸裂、ビル・ロビンソン、ダブルアームスープレックス、さあどうだ、まあ、今日はですね、ダブルアームスープレックス合戦、ドリーファンクミアとビル・ロビンソン、まずはビル・ロビンソンが一発目見せました、エルボースラッシュ、これはあのドリーファンクミアとビル・ロビンソンの人間風車合戦、楽しみですね、これは楽しみですね、まずはビル・ロビンソンが、ドリーファンクジュニアの弟テリーバンクに人間風車を見せました。そしてドリーファンクジュニアが中に入ってまいりました。ここは俺に任せろというところでしょう。ここは俺に任せろというふうにテリーファンクを今リングから外に出そうとしています。ドリーファンクジュニアであります。この人間風車ダブルアームスープレックス、ヨーロッパで鍛えてきましたビル・ロビンソンとこのテキサスで鍛えてきましたドリーファンクジュニアとは味が違いますからね。違いますね、エルボー攻撃であります。エルボーバット攻撃、今度はエルボースマッシュ、ビル・ロビンソンとはまた違ったエルボー攻撃、スプリングトーホールド、これはかかりません。寄っていますビル・ロビンソン、寄っていますビル・ロビンソン、テリーファンクが行った、テリーファンクが行きました。そして今レッソンソンがスケットに入ろうとしている。ドリーファンクジュニアも追っかける。4人の選手がリングの外、リングの中はレフリーのジョー・ヒグスだけ。4人の選手が入り乱れている。ここは公式戦、早くリングの中に戻ってもらいたいですね。ここはテリーとロビンソンが非常にやっぱり引っ掛け合ってますね。そこをこのレッソンソンあるいはドリーファンクジュニアのパートナーが分けている、そんな感じですね、はい、まあ、リングの上でこれは決着してほしいですからね、なんとしてもビル・ロビンソンとしては絶対にレスラーとなってからは世界最高峰の NWA の世界ヘビー級の王座、あるいはもう一つの世界の名がつく AWA の世界ヘビー級の王座を狙っています。そういった意味ではトップコンテンダーの地位を得るためにもこのザ・ファンクス元 NWA の世界王者コンビを何としても破りたいところ、まだやっております。ビル・ロビンソン、そしてテリー・ファンク、ドリー・ファンクジュニアがちょっと呆然としたように両選手を見ておりますが、ここでそれならばお前に任せようということでテリー・ファンクにタッチしたようですね。テリーが出そうですね、ちょっとここで正式にタッチいたしました。さあこれビル・ロビンソンの注文通り、ビル・ロビンソンの注文通り、テリーファンクがリングの中に入ってまいりました。まあ、あの前のシリーズジャイアントシリーズ分からない大会でこのビル・ロビンソンとテリーファンクはですね夢のタグチームを形成したんですが、もうこうなりますとそんなことは言ってられませんね。もうそういう過去なレオンは出てきますね。おっとどうだ、テリーファンクはまたここでドリーファンクジュニアにタッチ、ちょっとビル・ロビンソンはこれはないぞというような表情をいたしました。ビル・ロビンソンであります。平手打ち、テリーファンクの右の方を捉えました。右の方が赤くなりました。テリーファンクがお返し、そしてビル・ロビンソンが突っかけた、ビル・ロビンソンが突っかける、テリーファンクが応戦、テリーファンク応戦、テリーが入ってきた、テリーが入ってきた、レッソンソンも入ってくる、ドリーファンクジュニアが分ける、ヨリンの選手が今度はリングの中で入り乱れております。ヨリンの選手が入り乱れている、レッソンソンが注文をつける、この辺はですねヨーロッパチームらしいですね。なかなか期待としてまいりましたレッソンソン、レッソンソン、そしてビル・ロビンソンともにですねこういったものは追尾症させろというふうに言ってるようですね。そうですね、一方アメリカのヤンキーチームでありますザ・ファンクス、ビル・ロビンソンが注文をつけている。どうやらどうしてもビル・ロビンソンがテリーとやりたいということですか。どうもビル・ロビンソンはテリーにこだわってますね、しかしこれはですね80年の世界最強タッグ決定リーグ戦45分一本勝負の公式戦、そんなことはどうでしょう、言ってられないんじゃないですか。やっぱこれはやっぱり特徴なわけですよね、そういうこと言ってられないですね。ワンハンドバックブリーカー、ビル・ロビンソン燃えている、ワンハンドバックブリーカー、ドリーファンクジュニアの腰を捉えました。さあそれでレッソンソンにタッチ、レッソンソンのエルボースマッシュ3連発、そして両足を取った、さあどうだ、ステップオーバーして、いや行かない、ステップオーバー行かない、ドリーファンクジュニアのスイング攻撃、ものすごい速い技、そしてそのまま体を預けた、カウントが入る、どうだ、カウントを、そうそうそう、レッソンソンやりました、ものすごいブリッジ、素晴らしいレッソンソンのブリッジがありました、もう1回ドリーファンクジュニアがいった、さあどうだ、さあどうだ、カウントがいった、カウントが入りました、カウント3、2回はいきません、レッソンソン、ドリーファンクジュニア、カウント3を入れました、こうしてヨーロッパ最強のコンビをザ・ファンクスが破りました。いやー、なかなかレッソンソンやると思われましたけれども、2回はそうはいきませんでしたね。ドリーのまさに負けましたね。まあ、この勝負、レッソンソンが狙われたんですが、どうやらビル・ロビンソンがですね、ちょっとエキサイトしすぎたような感じがいたしました。最後はですね、完全なリバーススープレックスの形でホールしてますね。80年世界最強タッグ決定リング戦、そのハイライトシーンを